近代五種競技、近代五種競技、近代五種競技は、一人で射撃、フェンシング、水泳、馬術、ランニングの五競技をこなし、順位を決める複合競技のことである。19世紀、ナポレオン時代のフランスで、敵陣を突っ切ってジグまで戦果を報告することを命令された、フランスの騎兵将校が、馬で敵陣に乗り込み、馬術、 途中の敵を銃と剣で撃ち倒し、射撃、フェンシング、川を泳いで渡り、水泳、丘を越えて走り抜けた、ランニング、クロスカントリー、という故事をもとに、近代オリンピックの創立者である、クーベルタン男爵が古代ギリシアで行われていた古代五種、レスリング、円盤投げ、槍投げ、総幅跳び、短距離走になぞらえた、近代五種として競技化を提案したの始まりと言われる。 1912年の第5回ストックホルムオリンピックにおいて種目に採用された。日本では1959年に日本近代五種競技連合の結成以降、1960年第17回ローマオリンピックから1992年バルセロナオリンピックまで毎回五輪出場を果たしていた。1996年アトランタオリンピック以降は2000年。 シドニーオリンピックで正式種目となった女子も含め、五輪への出場権を逃していたが、2008年北京オリンピックに村上義博が16年ぶりに出場し、31位となった。2012年ロンドンオリンピックでは、日本の女子選手として初めて山中歌の30位とクロスなるみ34位の2選手が出場した。国際大会では男女それぞれに、 個人、団体、リレーの形式がある。オリンピックでは男女とも、個人戦のみ。1996年アトランタオリンピック以降、中継を行う、テレビ局側と一つの競技場でご種目すべてられたらという、観客側の要望などを組む形で、競技日数が短縮され、すべての競技を1日でこなす形式に変更された。さらに、競技時間の短縮のために、 北京オリンピック後の2009年からは、ランニンと射撃、レーザーピストルを使用をミックスして行うコンバインド競技に変更された。馬術、フェンシング、射撃の技術系種木と水泳、陸上の基礎運動能力系種木の全く性質の異なる5つの競技にいて取りこぼしなく対応する総合能力が求められる。多くの国でこの多様な練習環境が全て一堂に、 整っていないが、日本国内では、自衛隊体育学校が、日本オリンピック委員会強化拠点に指定され、選手の育成が行われている。現実は、国内だけでなく、海外においても、近代五種競技は、軍人のスポーツという一面があるが、射撃で、創薬銃が使用されていないため民間人の参加も、可能であり、2012年ドンドンオリンピックでは、 東海東京証券所属のクロス・ナルミが出場を果たしている。また、現在ではオリンピックにおいて重要な要素となっている。テレビ中継においては、競技施設の移動などもあり、時間を要するため生中継が難しく、外して、ダイジェスト形式での紹介だけにしまわってしまうこともネックになる。かくして、個々のスポーツではともかく、近代五種競技という枠で見ると、世界的に見ても、 選手層が厚くならず、ヨーロッパを別にすれば、マイナースポーツの域か抜け出せず、オリンピックにおいても、世界規模での大衆の注目が集まりにくい現実がある。2008年北京オリンピックの前に、2012年ドンドンオリンピック以降の競技の削減候補の一つとして挙げられたが、その時点では、見送りという結果になった。これ以前にもオリンピックのスリム化の議論などと、 並行して繰り返し削減候補とされてきたものの、2020年、東京大会まで、オリンピック競技として存続が決まっている。その背景には、近代五種競技で使用される競技施設は、陸上競技として行われていない、クロスカントリー層を除けば、他の個別種目との併用がされており、この競技だけを削減したところで削減できる施設が、ほぼ皆無でありむしろ開催期間中の施設の、 効率的利用の観点からは有効であることや、個人競技であることなど、削減議論の素状に挙げられた他種目と比較しての、設備投資、参加人数などからの競技削減で想定される、コストメリットの代償や、上述した事情からオリンピック競技からの除外が、少なからぬ国で競りそれ自体の存続に関わって、来るなどいくつもの要素がある。だが、近代五種競技に限って言えば、何よりも、 この競技自体が、クーベルタン断尺の公案、提唱によって創始された近代オリンピックに、良しの深いものであり、競技人口や普及率、知名度などに問題を抱えていても、近代オリンピックの歴史や伝統という側面を、考慮すればこのゆえを安易に無視して削減することができないという側面を大きいと見られる。日本国内においては、射撃の用具を、比較的費用のかからない。 BB 弾スポーツピストルに置き換え、水泳、ランニングの3種目を近代3種として普及、広報、選手発掘を行っている。さらに、国体種目化の流れや大学を中心とした学生連合の競技活動が活発化し、競技人口が増加している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。